私は現在鳥取県智頭町の足津集落を抜けまして足津渓谷へと向かっております。今日の目的地は杉のふるさと公園。今回はこちら側を回って走っております。ここの道路は本当に道幅が狭くてですね、対向車があると大変なんです。対向車がないことを祈りながら走っています。でも今新緑がとても綺麗ですね。走っていて気持ちがいいです。あ、そうですか。はい。近くでは小さいテントを立てて家族連れのような方がバーベキューをやっておられましたね。いい匂いがプーンとこの車のところまで匂ってきました。楽しそうですね。山の奥の方にだいぶ入ってきました。標高が上がるにつれましてところどころ残雪が見られるようになりました。ではキャンプをしておられる方がありますね。目的地が近くなってきました。もうなく杉のふるさと公園です。あ、桜が咲いてますよ。今の時刻4時50分であります。まだ日が当たっております。まもなく向こうの山に日が沈みますので急いで準備をします。少し傾斜がありましたのでタイヤの下にこのゴム板を敷いておくことにします。後ろにも敷きました。この場所では何といってもこの景色がいいんですね。この風景を見ながら夕食を食べていきたいと思います。反対側はこういう風景でありまして新緑がとても綺麗。今日が当たっていまして長袖1枚で大丈夫なぐらいなんですが少し風が吹いてきました。はい、早く炊き始めましょう。今日はゴールデンウィークの5月の4日であります。
しかも暖かくて天気が良いときますと、やっぱり何を食べるかというとバーベキューでしょうね。上等なお肉とこちらイカを用意してきました。あとは野菜少々という具合であります。では杉のふるさと公園に乾杯。いただきます。美味しいです。うまい。こんなに早い季節にこの場所に来たことなかったですね。ゴールデンウィークに来ることはありませんでした。と言いますのは林道が通れないことが多いんです。昨日は試しに来てみたらたまたま通れることが分かったんですね。ワークマンのですね、真冬用のダウンジャケットを持ってきましたので、これを今着込みました。いや、もうこれがあればもう万全です。あったかいです。だいぶ日陰の部分が多くなりましたね。山にはまだ日が当たってますけど、以前は平気でテント泊してました。ここで最近はずっと車中泊ですね。気がつかない間にご飯が炊けていました。おっと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 、危ない危ない。はい、美味しそうです。早速いただきましょう。はい、じゃあいただきます。景色がだんだん夕暮れの色に変わってきましたね。いいですね。こういう空を眺めながらキャンプをすると本当に楽しいというか、心穏やかになりますね。すぐ目の前の杉林の中でウグイスがしきりに鳴くんです。はい、ごちそうさまでした。完食しました。時刻6時14分、15度、湿度 36% となっています。それでは少し後片付けをしたりして、暗くなったら小さい焚き火をしてみましょうか。6時24分です。いい空の色になってきましたね。
なんかおしゃべりするような鳥の鳴き声ですね。あ、遠くからフクロウの鳴き声が聞こえ始めましたね。6時41分です。気温が12度まで下がってきました。ちょうど午後7時になりました。ずいぶん暗くなりました。さっきまでフクロウが盛んに鳴いていたんですが、鳴くのをやめてしまいましたね。少し風があって寒いんですけども、車を風よけにして、ちょっと焚き火をしてみたいと思います。久しぶりに日本酒をいただいてみましょう。ずいぶん前からの残りなんです。飲まずにずっと置いていました。高勇の、これは純米濁りですね。濁り酒であります。あれ、おかしいです。蓋が開きません。やっと蓋が開きました。乾杯。これだと暗くて映像が映りませんね。ちょっと明かりを灯しましょう。ポータブルバッテリーを使ってますとラジオが近くで入らなくなるんですね。雑音が入ってしまって。で、今、LED ライト、小さい LED ライトでかなり明るいライトっていうのがホームセンターで売ってまして、それを使ってみてるんです。あ、結構いいですね。これくらいのこんな感じなんですね。これ消えて、これが強になりますね。で、弱と点滅という感じですね。で、これの今弱で使っています。これをバックドアにペタッと貼り付けて、ここを照らしているという具合で今使っております。あ、月が見え出しましたね。地球章も見えてますね。ちょっと風が強いですのでね、焚き火ももうそろそろやめておきましょうか。車の中に入ってゆっくり過ごすことにしましょう。まだ時間早いんですけどね。それでは一旦おやすみなさい。大航海時代のポータブル。